おいおいおい、みんなまだ、あ、なんかちょっと遅れてくるって。あ、ほんま、うん、なんかさ、俺あの行こうや言うてたお店がさ、うん、今聞いたらもう満席でさ。あ、そう、他のお店でもええかな。まあ、どこでもええんちゃう。いい、ちょっと適当に聞いてみるわ、うん、はいはい。いい、ここでええかな。あ、すいません、もしもし、山内です。はい。いや、名前言わんでやる。はい、すいません、あの今から行きたいんですけど行けますかね。5人です。はい。あ、大学生です。はい。あ、二十歳は超えてます、うん、はい。厳しいな、やっぱ最近。いや、文系です。はい。なんて聞かれたの。あ、みんな文系です。はい。え、いや、っていうことは、はいはい、理系ですかって聞かれたってこと。 どういうこと。はい、みんな仲良しです。え、なんて聞かれてんの。はい。あ、私、あの山内です。はい。167センチ70キロです。はい。なんて聞かれてんのそれ。山内、そうですね、ちょっと太ってます。言われる。はい。167で70ってことはちょっと太り気味ですねって言われたってこと。はい、はい、野菜から取るようにします。はい。え、お前どこにかけてんのそれ。言われる、はい、そんなこと。太り気味なんで野菜から取った方がいいですよって言われたってこと。あ、ちょっとすいません店員さん、すいません、すいません、すいません、ちょっと日本語でお願いします。なんで、はい、あ、はいはいはい、急に英語にシフトチェンジしたってこと、はいはい、お前どこにかけてるそれ、大丈夫。あ、今は彼女はいないですね。はい。いや、だからそれ聞かれるかな、居酒屋やな、ま、そうですね、今はじゃなく、まあずっとですけど、はい、そうですね、じゃあずっとですよね、すいません。居酒屋にかけて彼女の運を確認されるかな。はい、今はじゃないです。はい、ずっとでした、ごめんなさい、今はではなくて、いや、その今はって言ってしまう、あの、ずっとです。はい、わかりました。私は今はではなく、うん、ずっと彼女がおりません。めっちゃ詰められてるやん。すいません。お前今は彼女おらんって言ったけど、はい、昔からおらんねやろほんまは、とか言われたってこと。申し訳ない、すみません。山内、はい、山内、お尻を出せば輝く光、刀その手に握りしめ。山内、何それ。山内、お尻を出せば輝く光、刀その手に握りしめ。山内、何それ。山内、お尻を出せば輝く光、怖いわ。山内、刀その手に握りしめ。山内、なあ、それ何ですか。だ、向こうが言うてんのそれ。それどういうことですか。居酒屋か、はい、ほんまに。山内、お尻を出せば輝く光、はい、刀その手に握りしめ、何それ、はいはいはい、いや確かに言われてみたら肩重い気がします。はい。そのわけ分かれへんね、ちょっと変わってみ。寝ててうなされたりもします。はい。山内、なんか怖い話。あ、そうなんです、そうなんです。山内、変われて。ほんまですか。え、いいんですか。はい。何、マジでその壺90万でいいんですか。大丈夫。山内、買います。はい。ちょ、居酒屋の電話やんなそれ。いる、いらんよ。いる。い、1個でじゃあ、はい、大丈夫です。90万の壺買う、居酒屋の予約で。あ、じゃあ、はい、お願いします。行った時に払いますんで。はい、ありがとうございます。お尻を出せば輝く光って何。はい、その、あ、ちょっとすいません山内、綺麗。もう、いや、殴れないですよ。なんてちょっとごめんなさい、それはやっぱり横のおやかましいやつどつけみたいなこと言われたってこと。友達なんで、山内、もうキレって。なんで俺の声届いてないの。山内、ええ何、いないじゃないですか。なんて言われて。ちょっともうやめてください。あ、ドキドキしてる。実めちゃめちゃドキドキしてます。実は今あなたの後ろにみたいなこと言われたってこと。山内、キレって一回。はいはい、山内、わかりました。いや、殴れないですって。山内、ちょっと綺麗、それ変われ、もうそいつ。友達なんですよ。なあ、はい、わかりました。邪魔者を排除しようとしてるわ、そいつ、向こうのやつが。はい、なあ、じゃあお願いいたします。失礼します。お前さ、どこにかけててん。ちょ、居酒屋や、喋りかけすぎやって。いや、おかしいからさ、電話してんのに。何、お尻を出せば輝く光、その手刀握りしめみたいな。いや、なんか言ってきただけやから。いやいや、むちゃくちゃや、それ。お前の声が入りまくってんねん。頼むわ。居酒屋やったん、ほんま。居酒屋よ、居酒屋に電話してんねんから。で、予約取れたん。
それ聞いてないわ。ちょっと もう一回かけるわ。もういいよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。懐かしいね。7年前ですね。7年前のコント。はい、いや久しぶりに見返したんですけど、うん、キングオブコントの7年前の準決勝で、うん、あでやってたやつか。やってます。いやすごいね。なんやろ、なんか世代が出るなという。うん、なんか俺俺もその VTR 見直してんけど、はい、でもツッコミがもうめっちゃ下手やったわビビる、恥ずかしかった。なんか別に今がうまいどうこうとかじゃなくて、当時のなんかやかましいなーなーなーみたいな、全然リアルじゃないツッコミ方してたわ。しかも僕も見たら髪も染めてて茶髪で、で太ってたで、わやわや突っ込んでる、うん、で、ヨレヨレのジーパン履いてお前もなんか短パン履いてた、ヨレヨレの短パン履いて貧乏人二人が自信満々にいや俺なんか確かこれね、大阪の3回戦とか、うん、準決勝の1個前で、うん、このネタやって、うん、なんかめちゃめちゃ上位通過ですよみたいなのを言われたんですよ。またな、その賞レースの時に流れる、どっから出てきたかわからないその噂な、かまいたちなんか1位通過っぽいでみたいなの言われて、うんうん、自信満々で東京でやって、うんうん、ずる滑りした記憶あるよね。したほんでなんかもうずる滑りから来るテンポアップ、うん、そなんか最初ちょっと1分ぐらいまではまあまあいい感触で、うん、そこから乗らずにずっとこう下がっていってるから印象あるわそれ。ほんでなんか2012年かなんかのキングオブコントの準決勝で、うん、ホームルームのこのコントやってる、はいはいはい、でその時に多分ピースさんが決勝行った時やった、うん、はいはいはい、あった。又吉さんがネタ終わりにめっちゃおもろいなみたいな、うんうんうん、言ってくれた、はい、で2013年、うん、今年もなんかみたいなこと言ってくれて、なんか袖で見てくれてたんちゃうかな。ほうほうほう。でズル滑りして去年受けてたから今年こそはなみたいな又吉さんが言ってくれたのに、袖で見てる又吉さんがもういなかった。いなくなった。聞かれたくないから、どうでしたって聞かれた。受けてたよって言えないぐらい滑ってたから。いや俺めっちゃめっちゃ早なったなっていう記憶だけあんねん、うん、4分のネタやのに、うん、3分多分半切ってるぐらいの早かったよ、速さでいって、うん、なんとかせねばという気持ちがもう早くすることしかないから、声も大きなってね、声も大きなってわ。このコントあんまテレビとかで今までしてこなかったんで、そうやね、初めて見た人もいると思うんで、うんうん、まあまあ2013年頃のかまいたちの一押しのネタでございます、ね、はい、チャンネル登録お願いします。なんやろな、売れようという気概がない太り方してるよね。いやほんまに時代が現れてます、ね、顔つきも嫌な顔つきしてたわ